来年度から大学院で教育工学を専攻するものです。大学院で教育工学を研究しつつ、起業して教育 ICT を用いた新規事業の取り組みたいと考えています。今後の教育 ICT の進展や需要について、ひろゆきさんのお考えを教えてください。結局のところ、ソフトの問題とハードの問題が2つあって、で、日本って未だにその黒板と黒板消し使ってるらしいじゃないですか、学校。で、今時もうほぼ他の国見ないと思うんですよね。黒板と黒板消しとか。で、ホワイトボードもありますけど、もう大体オンラインで伝えられるようになってるし、じゃあモニター出して、パソコンで普通に先生とかも、パソコンの資料を表示した方が楽だから、メインプロジェクターだったりするんですよね。慶応大学特別常任教授、夏野武さんの授業に一回出たことあるんですけど、でも今更やっぱり夏野教授は、黒板に文字とか書かなくて、プロジェクターに、はい、今日の資料これだよって言って写して、で、それを、学生たちはもうファイルそのものをコピーしたりとか、なんだったら写真撮ったりとかっていうので、未だに黒板ホワイトボードみたいなのやってるのって、先進国で日本ぐらいだと思うんですよね。で、それバカだよねっていうのは多分、ある種の大人はみんな気づいてるんですけど、でも、物事を決めるのが文科省のあんまり賢くない人たちなので、結果として未だに黒板でやってるっていう、そういうことなのかなと思ってます。なので、ICT としてこうやった方がいいよねっていうのは、いろんなアイデアも浮かぶし、技術もあると思うんですよ。ただ、それを、学校に持ち込むかっていうのを決めるのが教育委員会だったり、文科省の方々だったりするんで、そこの人たちの頭が悪い限りはなかなか難しいんじゃないかなと思ってます。